どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日私は成田空港国際線に来ておりまして、本日紹介するのはこちら、映ってますユナイテッド航空のね、ラウンジが成田空港にありまして、今回ね私は SFC スーパーフライズカードね昨年取りましたんで、スターエランスゴールドとなってるわけですね。そちらを取ることによって、成田空港を利用して ANA 便スターエランス系のね便を利用すると、こちらの、成田空港のユナイテッドラウンジが利用することができます。今回はねちょっと初めて利用するんでちょっとワクワクしてるんですけども、こちらね行ってみたいと思います。それでは行きます。それではねラウンジの中に入ってきました。ちょっと軽くねいただきたいと思います。それではね、ラウンジ内は今は3時半ぐらいなんですけども、まあまあ混んでますね。まあでもねラウンジ内は広いんで席がないってことはないですね。それではねここにまあ1時間2時間ぐらいね滞在して出たいと思います。トマトジュース、グラスしかなかったんで。それではね、ユナイテッド航空のラウンジの、シャワーブースに来ました。こんな感じです。でブースがこんな感じですね。アメニティがこんな感じでいただけます。それではねシャワー浴び終わりました。ちょっと髪の毛だけちょっと軽く乾かしてラウンジの方に戻りたいと思います。それではねラウンジの方出ました。ちょっとね短い動画にはなってしまったんですけども、こちらねユナイテッド航空の成田空港の、ね、第一ターミナルにあるラウンジですね。食事、アルコール、シャワーですね。
全て揃ってまして、かなり広いので、正直ね、ANA ラウンジ、ちょっと私が行ったことある ANA ラウンジに比べるとかなり広かったので、スタイアランスゴールドを持っている方はね、こちらすごくおすすめになっておりますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った、面白かった方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。